ストラップ付きミニクリスマスツリーの作り方です。長方形の緑色の紙を用意します。縦10センチ、横8センチぐらいの紙を使いましたが、お好みの大きさで作ることができます。この紙を、のりしろを残して細長く折ります。のりしろは5から10ミリくらい残しましょう。2つ折りにしたまま斜めに切ると三角形ができます。残りの2枚を貼り合わせて、もう一つ同じ三角形を作ります。2センチ角くらいに切った茶色の画用紙を裏から貼り付けて幹にします。ツリーのてっぺんにはお星様の裏に糊をつけて貼りましょう。2つとも同じようにできたら、周りに細かい切り込みを入れていきます。深さは1、2ミリ。間隔は5から10ミリくらいです。2枚重ねで切っていますが、切りにくいときは1枚ずつ切ってください。キラキラの糸を2種類用意します。端を結んで2センチくらいずらしてから、ストラップの金具をつけます。ストラップ金具の代わりに糸を長めに出してもいいです。3センチくらいの長さに切った両面テープを巻きつけるようにして貼ります。この時、ストラップ金具から1センチくらい離すようにしましょう。星のてっぺんギリギリのところに金具が来るように貼り付けたら、もう1枚星を用意して、両面テープを挟み込むようにして貼り付けます。表に回して、先ほど入れた切り込みに引っ掛けながら、ラメ糸を巻きつけていきます。切り込みは多めに入れておくと、ちょうどいい間隔に巻きつけることができます。下まで行ったら、裏側に回し、セロテープで留めて糸を切ります。もう一本のラメ糸は、最初の糸と交差するように、反対側から巻きつけていきます。下まで巻いて後ろに回し、セロテープで留めます。セロテープが剥がれたり、糸が偏ってしまったりしないように、別の紙を裏からボンドでしっかり貼り付けます。紙には日付や行事の名前を書いておくと、年月が経っても思い出に残ります。今回は、この後の飾り付けを子供たちにしてもらうので、参考動画の QR コードも載せました。もう一枚も同じように作ります。ここにお好みのキラキラシールを貼っていきましょう。これでストラップ付きのかわいいミニクリスマスツリーが出来上がりました。たくさん作ってぶら下げていくと大きなツリーを作ることができます。参加する人数分用意しておき、一人一人が作ったミニツリーを合わせてビッグツリーを作り、終わればそれをお土産に持って帰ってもらうといいでしょう。みんなで楽しいクリスマスをお過ごしください。メリークリスマス。